あ、どうも。ゼルダの伝説不思議の星3回目の収録です。エレメントを探すということで、ここまだマップ取ってないんですけど、4層構造みたいですね。炎の洞窟、とりあえずここはいけないと。わあわあ、爆弾くん、ここで爆弾くん倒すと爆弾を節約できるのかな。無理だな。ここは普通に自前の爆弾を使いますか。今みたいにさ、ひびが入ってるところはこれ爆弾だって分かる。あ、なんだ、弾いてひっくり返してしまい、弾いて、弾いてってどういうこと。弾く、あ、で、だからその爆弾がね、いた、弾くってどういうこと。この爆弾置けばこう崩れるところってこう見た目でわかるけど、なんかそのそれがないところもあり得るっていうことじゃないですか。それが結構やべえなと思ってて、もうじゃあ片っ端から仕掛けていかないと全部はね、わからないっていうことですよね。弾くってどういうこと。弾いてひっくり返すってなんだ。全然意味わかんない。そういうこと？違うよな。ちゃんとした倒し方がわからない。わあ、宝箱いっぱい。ボス。だから言ったらさ、ここもあり得るってことでしょ。まあ、まだダンジョン内ではそういうとこ見つけてないけど、あ、そういえばなんかもう編集してる段階であと1箇所ね、あーっていうとこ見つけましたわ。そこ絶対なんかあるやんってこと。ああ、ええ、金取られてる。あ、間違った。
所得か。わあ。うん。トロッコ。トロッコ。これ回るのかな、ここ。あ、いた。うわ、出た。やろう。ナイスハート、これに乗れと。え、動力がないのに動きそうなところが怖い。わー、そんな速いのかよ。うわ、爆弾くん。この付け替えがちょっと大変だね。まあ、しょうがないけど。いや、慣れるしかない。まずい。ギャー。おお、なんだこれ。おお、エントランス。あ、ちょっと待って、これ一回戻っていいですか。これは一体何に落ちるのかっていうのがちょっと、あれ、あれ、省略されてる。まあいっか。わあ、助けてー。わあ。すごい、気づかれてない。これ取れんの、これ取れない。え？これ開けれんの？あ、間違った。開かない。え、降りれんの。ああ、ちょっと怖かった。いけないよ。ああ、ん、壊せんの。あと吸える。あ、吸える。
先にこれ欲しいんだ。マップ、うほー、お宝があるぞ。あー、これあれあれだね、スカイウォードソードっぽいね。え、開いた。これはえい、あ、なんだ、すぐ壊れるんじゃなかったのか。クマムシ、あ、丸くなった。はあ、え、ああ、え、あ、そういうことか。なるほどね。あ、こう持てないのこれ。おい、落ちた。ちょっと難しいな。えい、なるほど、50ルピー、これ入った、これ入った、これは動かない、動かない、動かない、下から行くしかないのか。えい、ふわーっと、ここ越えれないのか。うわー、間に合うのかこれ、間に合うのかなこれ。おー、いけた。ん、あ、いった。どうやってたのこれ。ん、え、どういうこと？ん？押せちゃうけど、下に落とせばいいのか？そうじゃない。え？そういうことか。そこにスポーン、よーし、オッケー。
なんかどっか鍵や、鍵が、鍵の扉あったよ。ここか。お、ポイント。どうやって操作するのこれ。あ、なるほど。これでどうなる。ああ、そこで降りたい。ちっちゃくなんなきゃダメだけど。え、ああ、出たこいつら。ひっくり返すにはどうしたらいい。弾いてひっくり返す。痛い。死ね。おし。ギャ。あ、ひっくり返ってる。いや、大丈夫か。おお、ちっちゃくなんなくても取れた。あ、これあれ前来たとこか。これちっちゃくて来て取れなかったとこか。降りるしかない。なんか来るかこれ。ボスチーノ来るかこれ。キャッ。うわ、メタル。ほら。爆弾効果あったこれ。おっしゃ。オッケー。パッチの杖。え、何、蹴落とせるようになるとか、そういうこと。パチンとひっくり返せる不思議な杖。穴にエネルギーを貯めて飛び乗ることもできるぞ。え、これじゃなきゃ倒せなかったってこと。あのトゲゾー。おお。え、これ無制限？あれ？あ。ええー。え？こういうこと？はい。溜めておけるような場所があればいいんだ。ええー、こっちは。あ、これでひっくり返せってことか。おお。ちょっと待って。これで下、これでどこに。ああ、スタート地点か。
初とか開通。おお。オッケー。鍵。オッケー。これでさっきのところに戻って。開ける。ちょっと待ってよ。マップ。取り逃しは今んとこない感じですかね。宝箱的には。